皆さんこんにちは、ジェマです。今日はここ H&M に来ております。なんか値段は今ちょっとちらっと見てたんですけど、全然高くない。日本と同じぐらいですね、多分。で、なんで来たかっていうと、昨日の夜に急遽バイトの面接とトライアルっていうショートトレーニング的なやつが決まって、黒の T シャツと長パンツで来てくれって言われたんですけど、黒の T シャツも着れないなみたいな。こんだけ日本では黒 T シャツ着てたのに、こっちに黒 T シャツ1枚も持ってきてなくって、急遽ちょっと今日の夕方に面接なんで買いに来ております。結構でも黒 T シャツあって、ハイネックのやつとかで 14.99 1000円ぐらいかな。結構可愛い、普通に安くで売ってるんで、全然 H&M とか来たらこれぐらいのやつやったら買えると思います。結構この辺もいろんな T シャツ置いてあって、こういうリブ系のやつとかでも24.99、1600円とかそれぐらいかな。この辺も黒 T シャツ結構置いてて、普通のこれで 7.99、 安っ、600円とか。さすが H&M、 どれでもいい。というわけで、まあ結構超無難な真っ黒の T シャツを1枚買いたいと思います。これで 7.99 ドルなんで600円くらいですね。とりあえず必要になったものなんで、まあ、また欲しかったらちょっと新たに他の服も買いに来ようかなっていう感じです。こっち来てからほんと同じ服の着回しばっかりで、ちょっとさすがに飽きてきて、この茶色の長袖何回着んねんっていうぐらい毎日着てるんで、まあ、服もまたちょっと落ち着いたら買おうかなと思います。で、この黒の T シャツを着て今日の夕方バイトの面接とトライアルに行ってくるので、またその結果とかどんな感じだったのかとかも合わせてお伝えできればと思いますので、お楽しみに。というわけで H&M で黒の T シャツをゲットいたしました。まあどこかで着替えて面接に行ってきます。で、この後はこっちでできた友達と一緒にビクトリア美術館に行って、まあ、美術を楽しんできますので、またそれはちょっと別の動画でアップしたいと思います。行ってきます。というわけで帰ってきました。今日急遽まあ面接とトライアルっていう、まあ、使用期間、お試し期間みたいなのがこっちではあって、それを結局4時間半ぐらい、まあ、がっつり働いてきたんですけど、もう感想はめっちゃ疲れた。めっちゃ疲れた。結構忙しいお店で、もう常にお客さんが満員のお店、タイ料理屋さんなんですけど、もう常に食器運んでメニュー聞いてみたいなのを結構いきなりやらされるんですよ。なんで、まあ、もう本当に必死でついていってっていう感じだったんですけど、結果、まあ、トライアルも受けて一応バイト採用ということで、イエーイ。まあ、思ったよりちょっと早く決まったんで、自分的にもちょっとびっくりしてるんですけど、まあ、そんな感じで一応一つ仕事が決まったので、ひとまず一安心ということで、一旦ここのお店で働いてみようかなと思います。それにしても結構忙しいお店だったな。まあそれも経験ということで、こっちでの生活今で10日目11日目ぐらいなんですけど、引き続きオーストラリア生活楽しんでいきたいと思います。では